ヒャダインが思い描く氷川きよしフィーチャリングマックス。出演者の一人である能町みね子が、氷川はしっかりメイクした方が全然いいです、とコメント。氷川が自身のインスタグラムに投稿している写真の中に、口紅を濃いめに引いている写真があり、それが本当に綺麗なんですよ、と絶賛。さらに、プロデュースしたくなるんですよね、と希望を述べると、共演者のヒャダインも、僕も楽曲オファー来ないかな、と言い出し、すごい4つ打ちのハウスみたいなのを作りたいんですよ。許されるのならマックスへの4人とフィーチャリングしてほしいんですよね、と具体的な構想を語っていました。無知な偏見と差別、ひどい言葉でからかったりバカにする人、道徳がなさすぎる、と始まり、みんなが自分らしく生きられない空気を作らない社会を。